はい、お晩でございます。佐渡糸お酒店の、晩酌151へ今夜も佐渡島からお送りします。8月の1日になりました。暑い日が続いております。ニュースでは熱中症の話で、いろいろ大変なっとるようなそんな状況も伝えられておりますが、夜こそ熱中症に気付けなんだなということで、まあ、幸いにもっていうか、新潟県最高気温30、例えば4度だったとしたら、佐渡のこの相川辺りだとそこよりもどうだろう、3度か4度ぐらい低い最高気温、まあ、比較的っていうか、まあ、しのぎやすいという感じで、これが関東地方の行くと35度だ6度だっつってかなり上がって しまうみたいなもんで、まあ、海に地形さ、まあ、島佐渡は、まあ、海に地形っていうか海に囲まれとるせいかどういうのか、本土よりはいくらかしのぎやすいわけですわ。それだけでも助かっております。まあ皆さん夜こそ熱中症気をつけましょう。はい、枕元になんか水飲み物置いとくっつうのもいいんですけど、まあ、まさか飲み物だからって酒置いとくバカおらんと思うけども、はい、今日と、昨日と今日が週に2日の休館日でした。明日の夜はちょっとこれを飲んでみようということです。小畑酒造さん、学校裏7月に出たばっかりのやつで、この前、一本アラバシリッツやつを試してみまして、次これがこの緑のやつが、生、あれも生だ、アラバシリもあれ生だねえかと思ったんだけど、生って書いてねえかったような気もしますが、まあこれは生、1号仕込み1号の生っていうやつです。裏見るとアルコール度数 16.5、 日本酒度とか書いてねえんだけど、まああまりそう辛口ではないと思いますが、どなんもんやら。それからこれが同じ仕込み1号の、加熱処理をした火入れ1号火入れってやつですか。これの度数が、ね、15.5、まあ、手頃な、まあ、熱処理してあるっていうことで、まあ、いくらか華やかさというか爽やか、生の爽やかさを抑えられとるかもしれん。あっさり系になっとるような気もしますし、杉の木をこう大蔵のできてきた木杉の木を掘り込んで、まあ、味付けをしとるっていうか、なんかこう杉の香りがついとるわけなんですけど、それも、初めて出た頃に飲んだ酒にから比べると味は杉の香りはかなり抑えられとるような感じするもんで、飲みやすい。杉の香りと何つか 60% 純米酒のそのいい香りがちょうど合わさっとるような感じもしそうで、まあ特にこの火入れっていうやつをまあ寝かしてどんな風になるか、出たーって感じだけども寝かしてどうなるか、缶してどうなるかっていうのをちょっと楽しみにしとるわけです。まあ大体そんな生酒っていうのはまあ大雑把に言えばどれ飲んでも同じような味わいなもんで、もういいかなという感じもあるんですけど、まあ、熱処理をして、まあ、生でもそうなんだけど、まあ、寝かせて熟成させてからどんな味に変わっていくのかっていうのを楽しんだ方が、どっちかというと変化が、色の当たり外れもあるけど、まあ、大化けすることもあるっていうことで変化が楽しみなわけですわ。だからこういう酒ね、まあ、比例した酒を寝かしてみて3年5年と置いてみて飲んでみても面白いんじゃないかなと思いますから、がまあその一発目今年の酒を明日、休館日明けに飲むわけなんです。お楽しみというか俺が一番期待しとるわけなんですけども、はい、どんなことになるか。以上ということで佐渡糸お酒店、晩酌なしの151会でした。